エイドリアン・ブロディはアメリカ合衆国の俳優。2002年公開の戦場のピアニストでアカデミー主演団優勝を受賞。29歳での受賞記録は現在でも史上最年少記録である。ニューヨーク市クイーンズ国でポーランド系ユダヤ人の画家で元歴史教授のエリオット・ブロディとハンガリー人とチェコ系ユダヤ人のハーフであるフォトジャーナリストシルビア・プラヒーの間に生まれる。 父エリオットはホロコーストで家族を失い、母シルビアは1956年のハンガリー動乱の時にアメリカに亡命していた。幼少の頃は母親のカメラの被写体になっていた。少年時に素行不良の友人と関係を持っていたため、両親により強制的に演劇学校に入学させられた。1992年にオートバイを運転していたところ、 交通事故に巻き込まれ、リハビリに数ヶ月を費やす重傷を負った。1986年にテレビ映画でデビュー。1988年にホームアットラストで映画デビュー。1999年に映画撮影中に鼻を骨折したため、現在も鼻が曲がっている。2002年公開の戦場のピアニストで実在したピアニスト、ウアディスワフ・シュピルマンを演じ、 29歳という史上最年少でアカデミー主演男優賞を獲得した。セザール賞を受賞した初めてのアメリカ人でもあるウェス・アンダーソン監督作品に出演することが多い。2007年からスペイン人女優エルサ・パタキーと交際していたが、2009年5月に破局。ありがとうございます。